静かです。こっから行くよ、行くよ、行くよ。僕は録音します。うん、死にてえと思ったら死にたくない？うち大丈夫？待ってね。雲出そうだ。やばくないこれ。ここも佃煮にいらっしゃる。え、どこ？え、これ熊ネットじゃねえの？やべえよ。動物用の、うん。どこよ。え、こんばんは。皆さんいらっしゃい。動物だよね。あそこ？怖えぞこれ。びしょびしょじゃねえか。柿の。ねえ、いらっしゃいませ。柿がいっぱいある。柿がいっぱいある。柿のヘタが。大丈夫？雨降ってるんだよね。皆さんも雨降ってます。こんばんは。あずささんいらっしゃい。皆さんいらっしゃいね。でもね、皆さんもね。皆さんいらっしゃい。やばい。ね。こんばんは。また来ました。山に頼むぞ、熊出んな。今日鈴持ってきた。雨やべえでしょ。見てよこれ。あ、こんばんは、いらっしゃい。まあ、ちょっと短髪ですけどね。はい、こっちですね。うわ、やばそう。やばくない？名前載ってないですね。ね、名前言わないでね。いや、名前が出てない。うん、首塚ですね。首塚ですか、書いて。首塚。そう。こんばんは、皆さんいらっしゃい。小林さんもね。どうもね、ごめんなさい、皆さんができなくて。え？熊いないよな。やばいぞ。はい、皆さんね、いらっしゃい。でもね、本当に熊出そうでしょ。マジだよ、山だもんだって見てわかるでしょ。ガチ山だよ。ガチ山だぞ。うっ、ガチだよ。ああ、運動不足だからね。ある？何、井戸？ちょっと待って、井戸だよ。佐渡子の井戸じゃね？たま出てくると。これ佐渡子じゃないの？ちょっとマジあれじゃないの？佐渡子対モックスじゃないの？やばい、出てくるぞ貞子が。実はこう貞子の発祥の地です。本当です。本当に本当に。ほら見て、井戸出てくるよ。やばいよ皆さん、目見ちゃダメだよ、目。ほら、やばい、やばいぞ。まさかの井戸だよ。ほら、貞子対 VS モックスさんです。怖え。そうだね、熊出るからね。雨がね、いないよね。やばくない？ちょっと。あ？ない？どこなんだろう。あ？ない？ない？どこにあるの？家族の舞台、わかんない。ごめんね。まあ、映画の宣伝 PR として。え、泣いてるよ。何これ、ドクロ？冷て、冷て。あ、これ？これなの？え、何これ？どこ？さっきの分かれ道、左。左なのかな？もう一回行ってみる？じゃあ。こっちのなんか道っぽいな。これ、いやこれ違うだろう、どう見ても。これじゃねえの？あ、これだよ。え、井戸だよ。封印されてるよ。何ここ、井戸ばっかだけど。え、これ井戸でしょね。え、今日絶対やばくない？ほら、あつくさんにどうも、ね、いらっしゃい。ドクロ、これドクロっぽく見えなかった、ほら一瞬。
みんな。ほら、井戸。ほっくん、封印されてるよね、これね。多分開けたら出てくるよね、さだかね。おばさん、出てくる、やばい。野生の鶴さんが出てきます。野生の鶴さん出てくるかな、やばい。開けられる？雨すごい降ってきた。冷てえぞ。多分今頃放送見ながら、うん、おのれもくそなもくそって何これ、冷て、冷て。どこに首づかんの？あ、これキュウリかな。キュウリ、はい、でもこれはね、糸じゃないんで、多分糸じゃないんで。で、やばいやばい、糸じゃなかったんです、皆さん。糸に見えて糸じゃなかったの。これはね、さっきのは糸だったけど糸じゃなかった。冷て、靴がびしょびしょだよ。もうなんとかしてくれよ。なんでこんな雨の日に、こっちか、こっちかな。井戸大きいよね、さっきのね。ここ時期になったらもみじ綺麗なんじゃないですか。え、絶対これなんかいそうじゃない。いそうっすね。いそうだよね。樹海とどっちの方がいいかも。いや、樹海の方が絶対いいだろう。どう見たってまだマシマシだよ。あった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 、ほらほら。え、ベンチ何時ぐらい前。いや、もうここはすぐ帰るよ。だって雨降ってきちゃったから、ちょっとトンネル来てなと思って。またちょっとね、また一回枠取って、取りますよ、多分。電波があればね。電波なかったらごめんね。うん、ちょっと距離あるところに、すごい怖いのがあるんだよね、トンネル。はい。雨がね、トンネル、トンネルだもん。ね、何？ないよね。ここが首塚なんだよね。ここが、まあ、ある方の首が収まってると言われてる場所で、すげえ、あの、靴が冷たくない？濡れたよ。風邪ひかないね。暑くなりどもいらっしゃい。そう、首塚到着。肝試しというかね、山狩りってやつかな。まあ、神霊なんだけどね、ここはね、首塚なんだけど、僕結構ね、僕なんかあの一味は結構山探検好きなんです。で、クマがいるとこにあえて行ってるという。で、鳴き声とかもたまに聞いてると。リアルにそのうち会うんじゃないかなと。ここが首塚ですね、ある方のね。名前ちょっと言えないですけどね。で、井戸もありましたね。今日はちょっと怖いですね。今2人だね、今日はね。うん、なんでそんなに来て。あ、そうね、教えましょうか。最近ね、行ってねえからね、体力なくなっちゃったの。すごいよね、これ。何あれ、あれ何、お地蔵さん、子供かな。子供なのかな。子供の、そうだね、冷たいんだよね。はい、僕そのままビデオ撮ってます。どうぞどうぞ。いいよ、先こっちを撮ってからいいよ。うん、一言もった。うわぁ、ガンにやられそう。倒してみよう、倒せるかな。さっきなんか変な鳴き声したんで、しょげさんいらっしゃいと思うね。なんかね、変な鳴き声したの。もう見ての通り分かるでしょ、山なんだよ。首塚って言われてるところだね、ここはね。到着、はい。佃煮いらっしゃいと思うね。なんか鳴き声してない？何これ？キッ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 って何これ？何？キッキッキッ、カエルじゃねえべ？何これ？カエル？カエルなのこれ？キッ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 、どうなの？うわ、冷て冷て冷て。いいよ。何これ、なんでこんなの。いないよね。え、何これ。いません。いないね。大丈夫かな。ちょっと高め、昨日も高めだったでしょう。つくだねさんいらっしゃい、あいたかさんいらっしゃいね、みらさんいらっしゃい、まりこさんいらっしゃい、皆さんありがとうね。怖いのは動物です。ね。はい。ランさんもどうもね。お、ちょっと待って待って。落としまった、今。ドンって。何今の音。何今の音。露天場だったらあれ、台風の音。うん。この辺、集中ないし。何？何今の音。ドンって、何？車を閉めた。え、車ないじゃん、こんなとこ山だぞ。何今の音。やらかしたかもね。
されてない。何、録画されてないの？録画されてるの、充電、電池がない。あ、バッテリーの電池がないのね。うん、そう、自力したよね。聞こえなかった？ドンって。そこだよ、そこ。したよね、今ね。車じゃないですか？車じゃないでしょ、向こうから聞こえて。だって。何なの？あ、腰ね、そう、熊かな。ちょっと怖えな。いない？車叩いて落としました。マジ？車取った下だよ、車は。上から聞こえたよ、だって。相当前、相当遠いですよね。うん、遠いよ、相当遠いよ、これ。歩いてきたから。何か落ちた音だよね。いや、虫がすごいな、今日も。はい、どうも、ありがとうございます。この先もなんかありそうな感じですね。いや、あるよね。ちょっと行けるとこまで行ってみる、ちょっと。いや、でも怖えな。ここで俺死にたくねえな、まだな。熊が怖えよな。ないわ、この、あの、熊の縄張りのあの、こういった爪研ぐやつない？いないよね。いそう？マジ？大丈夫かな？お、焦らせんなよ、もっくん。最近俺ちょっとビビっちゃってんだから。なんかドリンク？栄養ドリンクかな？もうクソよ、もうほんと俺最近ビビりなんだから、もうやめてくれよ。最近行ってないから。あ、どうもいらっしゃい、つくだにね。ね、やばいよね。絶対いそうだもん、これ。絶対なんかいるでしょ。あ、こっから後ろ取れる。あ、ビン、こっから後ろが取れる。取れるね、これね。明かり。うん？明かりよね。明かりでしょ。うん、でもブルーにする？こういう感じ。こういう感じどう？皆さん。お久しぶりですね。いらっしゃい。びっくりした。ムッコソさん面白いよね。そう、ムッコソさん面白いぞ。うん、そう、昨日やったよ、昨日も。ちょっと見てない？昨日もちょっとやったんだけどね、30分ぐらいだけど。まあ今日もちょっとね、あんまりできないんだけどね。この後ちょっと場所ね、行こうかなとね、違うとこね、多分そこで終わりかな。